おはようございます。今日も素敵な晴天の朝です。あ、ジャン君がおはようって言うと移動。はい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 、よっこー。はい、ジャン君、よっこー、よっこー。移動なの、移動なの。あ、ここで撫で待ち、撫でといてくれる。ここにも撫で待ちがいます。はい、背中が丸いね。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、はい、おはよう。はい、ポンちゃん、甘い食べるの。おー、どうした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 。はいはいはい、ママさん可愛いよ。よいしょ。はい、ジャン君とか来たね。ジャン君とかね。はい、ジャン君とか来たの。はいはい、ポンちゃん、ジャン君、そしてポンちゃんも。はい、楽しいね。楽しい、楽しい。ジャン君の行くところに行きたいよね。はい、そんな大好きなのかい。はい、今日も一日がスタートです。ジャン君、ジャン君、ポンちゃん、ポンちゃんは向こうでなんか叫んでますよ。ポンちゃん、うん、ポン、行ってみようか。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、よいしょ。あれ？ジャン君の方がいいのかい？はい、ジャン君、これこの間遊んだでしょ。ジャン君、はい、まあいいな。はい、面白かったね。あ、来るとか来ない。ジャン君、あーちゃん君、こっちおいで。ジャン君、あれ
どこ行っちゃった？あ、そんなとこ入っちゃった。ジェン君、ジェン君、やめて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 、ジェン君、やめて。ポンちゃんはゆっくりお休み中です。今のうちに、はい、いただきました。どうもありがとうございます。ちょっと面白かったのはこれね、他最初にやつ、はい、これをなんでしょうこれこうやってね、開けなってて、パカッて開けたらこれがついてました。はい、このご時世、コロナ系のことでこれで拭いてねっていうような感じかもしれない。どうもありがとうございます。お気遣いいただきました、ね、そしていっぱいいっぱいまたお野菜とかが入っています、はい、まなんとタケノコ、タケノコ、これが便利なんだね。そうか、うん、あれをアク抜きのあのやつをしなくていいんです。下処理されてるやつ、これもほら、ね、皮付きなのに、はい、下ごしらえしてある。ありがとう。すごい、旬なの今。うん、そういうことか、うん、はい、春だから旬のものを食べさせていただきます。ありがたいです。はい、次、きっとお母さんも大喜び。そしてね、めっちゃたぶん、でっか、こんなでっかい玉ねぎ見たことないっす。サラ玉ちゃん。はい。でっかい玉ねぎ。これは、何人前になるのかね。すごい大きいよね。これさ、よいしょ。あ、開けても。なんか光っちゃうかなと思って開けてみたんだけど、大丈夫？はい、サラタマちゃん、熊本県、どうもありがとうございます。ありがとうございます。きっとサラダにちょうどいいのかも。そういうことか。あ、甘くて、あの春の玉ねぎだから辛くなくてサラダにいいよってやつだね、きっと。じゃん、はい、キットカット、カット、しかもオーシャンソルト、海の塩味。へえ。塩キットカットってことね。一時塩系がいろいろ流行ったけど。うん。なるほど。初めて見ました。食べてみます。ありがとう。なんか一袋10円の寄付って書いてある。本当だ。へえ、ゴミのない社会を目指す。ね、なるほど。紙になったしね。うんうん、はい、次は？次。あ、お野菜まだありました。おナス、はい、ナス、水ナス、美味しそう。大阪、水ナスっていうのは、うん、京野菜に当たるのかな。大阪って書いてある大阪だけど、あ、そうかもな、そうかもね、野菜の大阪、ね、そうだね、はい、美味しいよね、おナス大好き。ポロッとしたやつね、うん、はい、そしてじゃん、なんじゃ、マスク着用時にスプレーするだけで、PM2.5 や花粉を対策できます。ウイルスとも書いてあるから。うん、ウイルス除去とかも書い、除去とかも書いてあります。消臭とかね。なるほど。じゃあ、抗菌とかね、手作りマスクなんかにシュッてやる、ね。あ、そうだね。ね、裏表にね、シュッシュッてやってくださいって書いてあった。はい、わかりました。どうもありがとう。ありがとうございます。これか。これはなんか美味しそうだよ。レモンペースト、あ、乗っけるっていうのはテレビでやってたね。本当だ、テレビでやってた。チューブになっててね、うん、はいはいはい、周りに飛び散らなくていいっていうこと、うんうん、あと、唐揚げの時にシュッシュ、あのレモンを絞っちゃう問題ね。そうそう、嫌な人と好きな分だけやってねってことですね。そうそう、あと唐揚げがレモン絞るとびちゃびちゃになっちゃうけど、これだとならないよっていうことですね。そういうことです。はい、やってみます。ありがとう。なんかすごい、そしてこれはライトだね。ライト。はい。
かなり強力そうなのが真ん中についています。これはつぶつぶ1個が LED だと思うんだけど、うん、結構いっぱい入ってるので、うん、これは明るいよきっと、うんうん、はい、後ほど、うん、使っていい、なんか試したのを動画で見せられたら、うん、あれ見せます。これそして手袋を、あ、買い物の時とかにも、もうこれは使った方がいいかもしれないっていう感じだね。ああ、そう、うん、まあ負担にならない程度にね、うん、でも100枚も入ってるから惜しげなく使えます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。うちではですね、とにかく猫に、感染するということが分かったので、うん、外から持ち込んで、ジャン君ポンちゃんに移さないよう、うん、本当に気をつけます、うん、あとお母さんね、はい、そうだね、世間でも、うん、かなり、ちょっと厳しめに、防御しようっていうことに今なってるみたいなので、うん、頑張ります。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ここに並べましょうか。そうすると誰かが来るよ。ポンちゃん来るかな。よいしょ、よいしょ、まずジャン君ね。ポンちゃんが乗りそうな感じに並べよう。ジャン君お休み中。今日はさすがに寝てるの。ポンちゃん、ポンちゃん寝てるのかい。いつも開けた途端に来るのに。違うの？今日は眠眠なの？ポンちゃん。ポンちゃんは眠眠なんですか？今日は寝てました。どうもありがとうございます。はい、こんな感じ。はい、全体像はこんな感じ。これもこれも。なんならポンちゃんにレモンペーストを置いときましょうか。って。はい。ポンちゃんがありがとうと申しております。はい、はい、ポンちゃんのチェックが入りました。あれ、どうぞポンちゃん。ポンちゃんいいの今日は。まあいいよ。今日はなんか感じが違うの？玉ねぎさんの匂いする。今日ならないのポンちゃん。クンクンはしています。ポンちゃんチェック、ポンちゃんチェック。はい、ありがとうございました。あ、ジャン君来る。ジャン君、ジャン君これかな。そろそろくたびれてきた首輪の次はどれがいいかを今探し中です。ジャン君はこのね、水色が似合うんだよね。ブルー系が似合うんだよね、ジャン君ね。前これとかさ、それつけてたね。これとかさ、つけてたんだよね。で、今も水色なんだよね。一度試しにつけて、また変えてもいいよ。うん。この、ちょっと面白いやつ？はい、コソ泥。コソ泥っていうあんの。かわいいあんの、なんていうの？うん、あのね、バンダナ。バンダナ風。かなあ。とりあえず1個変えてみよう。うん、で、ジャン君。あとは後でね。じゃあこれ、内訳をお話しすると、この辺はうちの母がこの3つね、作りました。そうそう。洋裁の得意な母が家にはいてですね。うん、それ以外は。いただき物だったり、いただいたり、まあ、うちが買ったけどまだ使ってないやつという方でございます。内訳です。これとかこれとかいただき物です。これね、いただき物だよ。じゃちょっと切ります。はい、片手で取れる。うん、ちょっとこれ大きさをね、ちょっと直そうかな。これちょっと緩いんだよね。だからもうちょっと、でもこっちはちょっと硬いです。お、これはこのサイズなのか、このままなのか。ちょっとやってみましょう。きついかな、ちょっときついかな、きついかな、なんかちょっときつい気がする、気がするけど。そうだね、ちょっと張ってるかな。あれ、でもなんかサイズの形によるんじゃないの。よいしょ、これどうやって大きくするのかな？大きくならなそうじゃない？この長さがもうこれ以上ないから。ちっちゃい小湯だったのかな？
結構うち緩めにしちゃうからね、うん、指2本くらい入るくらいにしてるので、これ以上結構できすごいギリギリになっちゃいそう。うん、ここは伸びないもんね。こっちはちょっと伸びるけど。伸びないか。そんなに伸びないのか。あら、惜しいことにちょっときついかな？あら、悲しい？ジャン君。お子様用だったかな？してもいいけど、ちょうど良すぎ？あ、今あ、違うの、まだ止まってないの。もう一回する？でも本当にちょっとしか、うんうんうん、どうしよう、よしよし、あれあれあれ、あ、違う、なんかきちゅい、まあギリ指は入るけどね、うん、まあね、どうかな、ジャン君、きつい？ちょっと、ボエってなる？しばらくつけてみようか。で、ちょっと嫌がるようだったら変えましょうか。うん、確かに指は入るか。うん。形がね、こういう形だからきつい感じはするけど、うん、実際は。でもこれよりはだいぶね、ちっちゃいことは確かなんだけど、うん、これはすごいゆるゆるだったので。うん、はい、じゃあ、完成です。これつけてる限りシルクハット似合わないね。そうだね。ハンチングとかだったら、それでもちょっと違う。タラさんのやつみたいな。うん、なんだっけ、なんか麦わら帽子のカンカン帽みたいな。はい。ということで今日はこれにしてみました。これつける？んメダル、あ、それ決定してからでいい、決定してから、うん、まだ他にもうんありますよ、うん、ポンちゃんはどれかな、ポンちゃんはポンちゃん今のやつめっちゃ似合ってるからね、ね、それは近い感じ、ね、これはでもお花がついてないな、うん、これかこれかこれとか、うん、これよりこっちのが似合うかな、紫、そうね、渋すぎ、まあ、つけてみないと、うん、はい、ポンちゃんは本人がこっちに出てきたらやります、うん、はい、はい、ポンちゃんいたね、クシュクシュクシュ、はい、いただね、ポンちゃんいただね、はい、ポンちゃんいただね、はい、ポンちゃんいただね、うん、いただね、マリコちゃんだね、リコちゃんね、手が届いてません、うん、ね、パンちゃんきつい？どうだ、うん、パンちゃん、うんして、うん、うん、手があと5センチ長ければ無理かな、ブルブル無理でしかじゃん、ちょっとこっち来て、パンちゃん、いただね、パンちゃん、ぷんちゃん、ぷんちゃん、シュク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 シュ、ぷんちゃんはいい子だよ、はい、ぷんちゃん、ぷんちゃんはいい子だよ、うん、いい子だね、うん、両手が入らない、ぷんちゃん、ダメでちょ、ぷんちゃん、ぷんちゃん、うん、ポンちゃん、もうちょっと外でやろう、あ、ここかな、ピチッ、はい、できた、出来上がり、あ、リコさん、いかだね、ポンちゃん、はい、和風首輪、よいしょ、ね、ジャン君とポンちゃんとね、和風にしたから、あ、ジャン君、ほら、ポンちゃん入ったよ、あそこに、ジャン君のはコソドロ風コソドロ、そしてポンちゃんのは今まではちょっとオイラン風だったけど町娘かな、お姫様って言ってよってね、見えるか、
見えません、うんうん、こんな感じです。ポンちゃんのはお姫様柄です。日本のお姫様柄かわいい。はい、ちょっとしばらくこれで様子を見ます。ヤン君もお似合いだよ。ヤン君、ジャン君、ジャン君首輪見せて。ちょっと見えます。ジャン君、ジャン君呼ばれてるよ。ジャン君、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 こういう時は来ないのね。いつも呼べ場所が来るのに、ジャン君。じゃあカメラをこっちに持っていこうか。いっ、ちらっと見えているバンダナ風唐草、唐草バンダナです。